ポルティ氏の推し娘は、1916年制作、公開、ユニバーサルフィルムマニュファクチャーリングカンパニー制作、配給によるアメリカ合衆国のサイレント映画である。アンナ・パブロワが主演し、ユニバーサル特作として制作されたことで知られる。ウジェーヌス・スクリーブ、ジェルマンド・ラビーニュによる1828年、パリ諸演のオペラ、ポルティーチの推し娘を原作に、ロイス・ウェバーが脚色。 カール・レムリがプロデュース、ウェバーとフィリップス・スモーリーが共同で監督した作品である。本作はアンナ・パブロワの映画デビュー作であり、パブロワは当時の金額で5万ドルの報酬を受け取った。クレジットはされていないが、ボリス・カールオフが早くで出演しており、カールオフの映画デビュー作となった。1916年、ユニバーサル・フィルム・マニファクチャー・リング・カンパニーが制作。 配給して、同年4月3日に、アメリカ合衆国で公開された。オリジナルは9巻であるが、米国内で7巻ないしは8巻でも上映されている。日本では、ハリマ・ショタロが、同1916年7月に設立した、ハリマ・ユニバーサル紹介が、独占配給し、同年10月21日に、東京・浅草公園6区の帝国館を皮切りに、全国で公開された。 現在本作は、アンソニー・スライドによれば上映用プリントが現存し、同監督の現存する十七作のうちの一作である。英国映画協会のフィルムアーカイブが、そのプリントを所蔵している。長井カフの、毎月県文録、大正五年には、十月十五日の日付で、ロシア舞踏のメーカアンナ・パブロワの姿を撮影したる、活動写真の、歌劇、ポルチノの押し娘と題する、 モノ帝国ホテル舞踏室にて、昼夜2回工業す、幼いカオルロ国舞踏について、一条の講演をなすとある。ありがとうございます。